陸地の冒険第3部英傑たちの歌始まるんこ。前回ファイさんも私には働けって言わないことになったところで、それは聞いただけって話ですよ。安心してゾウさん討伐に参りますか。心中部あるったですよ。で倒すのは水のカースガノンですけどね。なんなら両方倒してやっても構わんのやで。いや、あの巨体に剣は通らないでしょ。キリトたちだって巨大な木を切り倒せたんだから、私にだってできらーよ。ファイは刃こぼれしたくないので嫌ですよ。神獣を訪れし者よ、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。ブッダの証と引き換えに己の記憶の中へと進むがよい。はいはい、いつものあれやね。覚悟なき者には厳しき試練、己の記憶と侮ることなかれ。水のカースガノンってどんなだっけ。どんなだったか記憶にないんだが。槍で攻撃してくるタイプのですよ。え、そんなんいたっけかな。まあ見たら思い出すか。それほどに印象がなかったボスだったのですね。ここはそなた自身の記憶が生み出した無限の異空なれば、完全に現れし敵は己の恐れが生み出したる超えるべき壁。この戦いは魂の試練、我の与えし道具のみで見事勝利してみせよ。こんなだったかな。まあそれよりもだ、またここの里関連の奴らは、どうにかして私にゾウらの鎧を着せやがるな。だがすかさず脱ぐけどな、身軽になったから、ぴょーん、からのー、せい。さっきまったフィニッシュ入れれなかった、ダウンからのビタロックハメが出来なんだな。まあよい、ダッシュタイムでまたやりゃいいだけさ。ここだ、この水柱かっけーって、どうやこの水柱の鉛筆に覚えあるわ。でもこのボスは大したことない記憶しかないからわかんねえ。なんでこんな奴に負けたんだろうね、ミファーは。それはきっと、ヒーラーだったからではないでしょうか。ああそうか、ヒーラーに対マン戦は無理だよね。で、そういやミファー、槍持っとるやん、がっつり武器やんあれ。発想言えばそうでしたね。なんだ、ミファーって、物理で殴るタイプのミファーだったんだ。物理で殴るタイプのミファーとこれはいかに。それにミファー様は地上戦は苦手のようでしたし、水中戦ならこの水のカースガノンにも勝てたのかもしれませんよ。それはあるかもね。みんなは水中にて最強だって誰かが言ってたし。ファイも似たようなセリフをどこかの忍者アニメで聞いたような。だが勇者であるこの私よりは劣るがな。いやいや、マスターは水中じゃ攻撃できないですよ。そんなことないもん、やろうとしてないだけだもん。それにスタミナなくなると溺れちゃいますし。違うもん、あれは潜水してるだけだもん。ブクブク言って溺れとるがな。ガボガボと水がぐのみしとるがな。ひどいし、喉乾いてたから川の水全部飲んでやろうと思っただけだし。あはいはい、きっとミファー様と水中戦をしたのならマスターはボコボコにされるのでしょうね。そんなことないし、ヘビーブーツがあれば私にも水中戦ぐらいできるんだからね。なるほど、その手がありましたね。で、なぜミファーと戦う流れに。さあ、それはともあれ、あともうちょいだね。おん、こいつビームを撃つのか。盾持ってないし、ならこれだな。ふ、そんなビーム当たらんわ。さすがですマスター、今までの経験が出ていますね。まあねー、いろいろ回って世界を作ってきたからねー。そして世界中の可愛い女の子たちと出会って、もうマスター、鼻の下を伸ばしながら思い出に浸るから。くっ、この不意打ちとは卑怯なり、男だったら正々堂々戦えやこんやろう。あれはただマスターがぼーっとしてたのがダメだったんですけどね。私がよだれたらしながらにやついてる時は考え中の時なの。だからそういう時は空気読んで攻撃をやめてくれなきゃダメなの。敵がマスターの都合に合わせて攻撃をやめるなんてことはありえませんよ。そんなことないよ。特撮だってプリキュアだって名乗ってる時や変身してる時は攻撃しちゃダメって暗黙のルールがあるやん。それはそうですけど、マスターのそれとは違うと思うのですが。いいの、私の場合早着替えしてっから代わりにぼーっとするタイムがヒーローたちの名乗りや変身と同じなの。むしろそういう時はファイさんが私を守ってくれてもええんやで。ファイには頑張りの助け発動しかできません。あとご飯の用意とかですかね。それ普段のファイさんやん。そうこう言ってるうちに倒してたわ。だから一回目の時もあんまり強気になかったのか。そしてこれからも思い出すことはないだろう。
物資、帰ってきたぜ。お、BGM 変えてきてるやん。ええやん、素敵やん。おやおや、目的は違えど、足の向かう先は同じようですね。もっとも私の場合は、足ではなく翼の向かう先ではありますが、この地方をめぐって、冷血ミファーの逸話を聞いているうちに、師匠の未完の歌とは別に、私も彼女を表現してみたくなりました。そこでミファーが操ったという、この神獣、プアルッタの元で、こんな歌を作ってみました。アリシーの、冷血ミファーの姿を描く歌。これは、ルータをクリーシモノが、未だ永世君の顔呼ばれる前の物語。そうの名はアミファー、生姜農場。砂糖とクレーシモトウたちのネームじいかに。それで姫様、私の他に選ばれた4人は、ゴロンの猛者ダルケル、リトの戦士リーバル、ゲルドの族長ウルボザ、そして大魔の剣を持つ剣士リンク。そう、やはりシドの年で滝登りはまだ無理なのでは。でも姫様、私はブッダに乗るのだ。もしものことがあったら、この里はあなたが守らないといけないのね、シド。じゃあ滝登り、もう一度頑張ってみようか。お優しい姫と語り継がれていますが、毅然たる一面もお持ちだったようですよ。いかがでしたか？冷血ミファーの歌、彼女の決意を歌にできたことで、師匠に一歩近づけたような気がします。おぼろげながらではありますが、足りない師匠の姿が見えてきました。強くなったね。あなたは本当に強くなった。ミファーの祈りも、もっと役に立てるはず。今のあなたならきっと救える。このハイラルと、そしてお城で待つ姫様を。それもそうなんだが、まだダルケルのとこ終わってないんだよね。そこをサクッと終わらせてゼルダタンを華麗に救いに行くわ。ミファーの祈り強化ゲットやでー。それにしても思い出の中のゼルダタンの太ももムチムチでよかったなー。マスター、そんなところを見ていたのですか？また鼻の下伸ばしてよだれを垂らしていたので察していましたが。以前ほっとけよ。しかし BGM やな。しゃあない、時間もあるし次に行こうか。ゼルダ様を救った後にまた聞きに来ましょうか。ファイトも一緒に。ファイさんもかよ。